ジャニージャニー、ロス怖い、木曜10時にメメ消える、サイレントについてのシュガーマムさんからの川柳でした。動画の最後にもいくつか紹介します。それでは12月23日金曜日から12月25日日曜日までのスノーマン出演情報をまとめて紹介していきます。スノーマンの出演情報を木曜日と日曜日の週2回投稿しているのでチャンネル登録お願いします。まずテレビから紹介します。12月23日金曜日、NHK 総合舞い上がれ。この日は番組表に目黒くんの名前の記載がないため、目黒くんの出演シーンは放送されないかもしれません。続きまして、12月23日金曜日、18時から19時、NHKBS プレミアムザ少年クラブクリスマススペシャル。本来であれば先月の名場面をセレクトしたセレクションスペシャルが放送される日ですが、今回はクリスマススペシャル2022が放送されます。番組予告にスノーマンの名前がないため、今回スノーマンは出演しないかもしれません。続きまして、12月23日金曜日、17時から23時10分、テレビ朝日 M ステウルトラスーパーライブ。スノーマンが生出演し、オレンジキスとブラザービートを披露します。ブラザービートは久しぶりですね。続きまして、12月24日土曜日、舞い上がれ1週間振り返り、目黒くんが出演します。続きまして、12月24日土曜日、12時から13時26分、テレビ朝日 Q 様傑作選、阿部くんが出演した回が傑作選として放送されます。続きまして、12月24日土曜日、16時から17時、TBS ザ鬼退治、深沢くん、渡辺くん、向井くん、目黒くんがロケ出演します。今年の8月31日に放送された、箱根夏の陣の再放送です。続きまして、12月24日土曜日、23時55分から24時50分、フジテレビようこそウンダーランド、阿部くんと深沢くんがゲストとしてロケ出演します。番組の内容は、テーマパークの理不尽なゲームをかいくぐり、最後まで生き残るのは誰だ?です。阿部くんと深沢くんを含む芸能人9人がテーマパークに集結します。続きまして、12月25日日曜日、13時から13時30分、TBS それスノーマンにやらせてください。スノーマンがスタジオ出演します。今回は番組初の歌企画です。プレゼントをかけてメンバーがクリスマスソングを熱唱します。ゲストはヒコロヒーさんです。続きまして、12月25日日曜日、14時から14時54分、TBS サスケ2022 40回大会まであと2日。岩本くんが出演するサスケ40回大会の見どころが放送されます。続きまして、12月25日日曜日、15時50分から16時35分、フジテレビジャニーズカウントダウンクリスマス、スノーマンがコメント出演します。今年の大晦日に放送されるジャニーズカウントダウンの事前番組です。今回司会を務める国分くんと井ノ原くんが出演し、過去の名場面を特集します。人気グループがデビュー前にカウントダウンに出演していた貴重映像も放出と告知されているので、スノーマンの過去のシーンも放送されるかもしれません。続きまして、12月25日日曜日、18時から21時、TBS 明石家さんまのご長寿グランプリ、岩本くんがゲストとしてスタジオ出演します。ご長寿早押しクイズをスタジオで見守ります。3時間の番組です。続きまして、12月25日日曜日、24時から25時、NHK 総合ザ少年クラブ、スノーマンが僕と君とを披露した回が NHK 総合で再放送されます。続きまして、ラジオです。12月24日土曜日、20時から21時、文化放送佐久間大介の待って無理しんどい、佐久間くんが出演します。クリスマススペシャルゲストとしてローランドさんが出演します。今回は文化放送のスペシャルウィークのためラジオの聴取率が調査されます。続きまして雑誌本です。12月24日土曜日発売、サイレントシナリオブック完全版。目黒くんが出演したドラマサイレントの未公開シーンを含む完全版の脚本が発売されます。出演情報は以上です。新着情報がありましたらコミュニティに投稿しますね。それでは投稿していただいたスノーマン川柳からいくつか紹介します。クリスマス、富士屋のケーキとモスチキン、スノタンあるあるについてのみゆきさんからの川柳でした。目黒蓮、ザリガニ同様、新規釣る。目黒くんの趣味がザリガニ釣りということにかけたシュガーマムさんからの川柳でした。俳優に、ディアコ・アニオタ、美容貴族。スノーマンに多種多様なメンバーが集まっていることについての愛さんからの川柳でした。ごま豆腐、
焼きあごだしのつゆ2択、宮舘くんのみつかんの CM についてのみほどんさんからの川柳でした。スムソーの聖地はどこも大行列、サイレントについてのシュガーマムさんからの川柳でした。ショッピーはなぜか毎回サンダルだ、渡辺くんあるあるについてのショッピーかわいいさんからの川柳でした。救助して溺れています、スノの沼、スノーマンについてのシュガーマムさんからの川柳でした。ラウールの撮影見学強火すぎ、サイレントの撮影を見学したラウールくんが強火目黒たんだというシュガーマムさんからの川柳でした。幸せなラストを願うサイレント、サイレントについてのシュガーマムさんからの川柳でした。ありがとうございます。今回はスノーマンの年末年始で楽しみなことを五七五に込めてコメントしてください。このテーマから外れていても OK ですし、字余りでも OK です。常に募集していますので、お時間がある時に書き込んでいただければと思います。あと前回見ているジャニーズ系チャンネルを教えてくださいとお願いしたところ、コメントでたくさん教えていただきありがとうございました。多かったのはジャニーズゲーミングルーム、なにわ男子チャンネル、ストーンズチャンネル、ジャニのチャンネルでしたね。あとはナシオチャンネルやダンス解説系チャンネルのスノーマンの回だけ見ているという人が多かったですね。気になる方は前回の出演情報の動画のコメント欄を見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ジャニ、ジャニ。